はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオズでございます。今回皆さんにお伝えしたいのが速報です。東京ディズニーランドに新ナイトタイムエンターテインメントキャッスルプロジェクションが発表されました。2024年9月の20日からスタートするという、まあ、こちらまだタイトル未定なんですけども、こちらの新ナイトタイムエンターテインメントのキャッスルプロジェクションになるわけですけども、久々のプロジェクションマッピングショーですよね。アンスアポンアタイムとか、あとはセレブレイト東京ディズニーランドという、まあ、今までやってきたキャッスルプロジェクションになるわけなんですけども、そちらに続く新キャッスルプロジェクションとなります。久々のこちらシンデレラ城に映し出されるプロジェクションマッピングというわけで、こちらがなんと2024年今年の9月の20日から開始されることが発表されました。主にですね、こちらは様々なキャラクターたちが夢を追い求めて空を駆ける姿を描くキャッスルプロジェクションとなるようです。まあ、ディズニーの名曲とともに映し出される映像ということで、ディズニー映画そしてディズニーピクサーの映画がこちら出るわけなんですけれども、さらにこちら追加でですね、なんとマーベルのテーマが加わることが発表されました。いやーマジかというところなんですけれども、ついにマーベルが東京ディズニーランドにやってくるわけですね。昨年からですね、アンバサダーホテルでマーベルのルームが導入されたり、あとはですね、アンバサダーホテルのチックタックダイナーでですね、マーベルのフードが導入されたりといったところで、マーベルの要素がですね、少しずつ東京ディズニーリゾートに浸透してきているわけですけども、今回ついにですね、東京ディズニーランドでマーベルのテーマが導入されることが発表されたわけですね。アトラクションやエリアに先行するような形で、まあ、エンターテインメントで、ね、導入されるということですね。キャラクターグリーティングに関してはまたおいおいになるんじゃないかなと思うんですけども、やはりですね、エンターテインメントが先行して今回導入されたということですね。私としてはね、MCU のファンなので非常に嬉しいですね。まあ、この声のね、ボリュームとか高さでちょっとわかるように、本当に私自身今興奮しております。いやもう先ほど発表されたばかりなので、今ね、絶賛この映像を撮って編集しているというわけなんですけども、皆さんはね、マーベルこちら導入いかがですかね。まあ、嬉しい人もいれば、マーベルそんなの知らないよっていう方もね、いるかなと思います。今回ね、このマーベルのテーマが導入されるにあたって、どんなものがね、はい、出てくるかということなんですけど、コンセプトアート上では、キャプテン・マーベル、キャロル・ダンバースとか、あとはアイアンマン、トニー・スタークがいます。その他にですね、まあ、空を飛ぶキャラっていうものはいろいろいるんですけども、ファルコンだとか、ソー、マイティー・ソー、あとはウォー・マシン、ビジョン、ドクター・ストレンジ、ワンダ・マキシオム、フォトン、モニカ・ランボーとかがね、挙げられます。そして、先日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでクローズしましたね、アトラクションが。スパイダーマンですね。まあ、空を飛ぶわけなんですけども、海外のディズニーパーク見てみても、スパイダーマンのアトラクション、あとはショーにですね、出てきたりといった形で、いろいろマーベル要素、そしてスパイダーマンの要素が導入されてきております。私がね、去年、アメリカのカリフォルニアアドベンチャーでもですね、ワールドオブカラー1というナイトエンターテインメントがやってるわけですけども、そこにはですね、スパイダーマンをはじめとしたマーベルのキャラクターが出ております。今回がですね、夢を追い求めて空を駆ける姿を描くというテーマなので、そのテーマに即したような形でこちらのマーベルのキャラクターたちがおそらく導入されていくかなと思います。その他にもね、まあ、空を飛ぶキャラいろいろいるんですけども、飛ぶという意味で言うとですね、空を飛ぶこの感じと、あとは飛ぶというね、このジャンプするという飛ぶがあるんですけども、まあ、飛ぶ、ジャンプする方はまあ結構たくさんいるので、その辺はね、割愛させていただきます。そしてこのキャッスルプロジェクションでマーベルをどのように扱うか、オリエンタルランがね、どのように扱うかというところですけども、まあ、ワールドオブカラー1のようにですね、アベンジャーズテーマを流して映像とか、あとはパイロとか、あとはサーチライトとかね、そのような形で、まあ、出るんじゃないかなと予想できますね。ただですね、このどの作品のどのキャラのどのシーンを切り取って、さらにはね、どのセリフを切り取って出せるか、そこが非常に注目点かなと思います。マーベルファンからしたらですね、その辺非常に重要なので、ただ音楽流して映像を出すだけだったらね、本当に面白くないので、ぜひね、本当にこう重要なシーンだったりとか、重要なセリフを切り取ってね、そこを出してほしいなというマーベルファンの気持ちであります。そこ次第でマーベルの評価自体にも関わってくるかなと思いますので、ぜひですね、この新キャッスルプロジェクションに合うような形でマーベルテーマをね、導入していってほしいなという希望であります。
ちなみにこの新キャッスルプロジェクションはですね、公演場所としてはシンデレラ城キャッスルフォアコートで行われまして、公演時間約20分、そして公演回数は1日1回から2回、回数が行われるようです。おそらく時間としてはですね、9月20日から行われるといったところで日没後となりますので、2回目の公演は閉園時間をね過ぎるか、閉園時間に公演されるか、そのぐらいの時間になると思われます。もしかしたらそれに合わせて閉園時間も22時とかに伸びる可能性もまあ考えられるかなといったところになりますので、今後の東京ディズニーリゾートの進化に期待していきたいところであります。それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、東京ディズニーランドで公演が発表された新ナイトタイムエンターテイメントキャッスルプロジェクションのマーベルの情報に、ね、注目してお伝えさせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。いろいろ海外パーク見てみてもね、マーベルの導入はかなりされていて非常に盛り上がりがあります。ぜひですね、まだ MCU の映画見ていない方はですね、今すぐディズニープラス登録して MCU 映画見ていきましょう。たくさんね、作品あるのでなかなか見にくいということはあるかもしれないんですけども、見ているうちにね、なんか自然とハマっております。インフィニティサーガというね、サーガが最初はあるんですけども、そのサーガを見終わった時にはもうすでにあなたは MCU の虜となるでしょう。まあ、今後の海外パークもですし、東京ディズニーランドの導入のね状況を見てみても、マーベル作品に関しては必須じゃないかなと思いますので、まあ、ショーだったり、あとは今後のエリア、そして海外パークを楽しむためにぜひマーベル映画見ていただければと思います。この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私 WD23 スタジオズはですね、 SNS、Twitter、X、Instagram、Threads の方もやっております。そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。